バックストレッチに入りました。1番人気の2番小林は3番手のポジション、2番人気の5番トラは先頭から行きます。鐘を迎えて750を通過。先頭誘導員は最終ホーム戦のところまで残ります。先頭トラ、地元の青木は2番手、隊列変わらずに小林は中段3番手キープです。斉藤4番手変わらず、3番の太田は動き待ちの後方5番手、6番の板根6番手で、7番田中は最後方7番手。4コーナーを曲がってきています。鐘が鳴り終わって誘導に退いて500を通過です。5番の虎が前の位置キープでまだ流すところ、3番の太田が外から仕掛けます。太田のところに板根田中が続きまして、この3人上昇。5番虎は前段のうちですが、2コーナーペースアップで3番太田が主導権の位です。板根が2番手、3番手の外2番の小林、5番虎と並ぶ形になりまして、4番の沖現在は中段4、5番手です。斉藤田中が後方になりました。バックを通過で3コーナー、前は3番太田が先行、板根が2番手で好ポジション、2番小林が2センター3番手から踏み上げて、虎と青木がこれを追ってきます。第4コーナーから直線コース、横並び決め足勝負、伸びてくる。2番の小林莉子が突き抜けてゴールイン。あとは2、3着争い接戦。6番の板根が5番トラカー。